なんか今村さんがとっておきのギターがあるっていうんで。はい。はい。なめんな。わかります。ワイのや。どうやって持ってきたのこれ。今日イオンまで歩いてくる途中に坂本奥さんがいて、これをって。3秒以内に答えられなかったらネックスソムリエ剥奪って終わった後伝えてって言われました。よっしゃわかるよ、さすがに自分のギターぐらい。じゃあ自慢していくか。フェンダーのニューアメリカンヴィンテージの号泣、うん、ヴィンテージモデルなのにまあまあ改造してある。コンデンサー変えたでしょ、パネルも変えてるでしょ、はい、あとこれラウヴィンテージにしてあるから、ラッカー特有の色抜きがすごいいい感じなんですよ、はい、クロスの跡がついちゃってるんですけど。あ、まあでも僕ギターボコボコにした人間なんで、これすらもやっぱり愛せる。じゃあネックソムリエ鑑賞。ウェザーチェックがだんだん入ってきてるんですよ。かっけー、頼んねー、マジで。